よくも粘る。うちは一の手だれ。まずは一つ。団頭様。おい、あの傷だ。そう遠くへは逃げられん。はやれ。まだやり残したことが。なんだあれは。本当サスケ、今度は俺の最後の切り札を見せてやろう。サノーだ。サスケ、お前の術はこれで終わりか。ここからが本番だ。どうした。私が力を貸してあげるわ。オロチマルのヤマタの術か。これを待っていたのよ。いただく。そしてこの程度の攻撃、この剣はまさか戸塚の剣。機体に永久に飛ばし封じ込めると言われる術を帯びた草薙の剣の一振りだ。やっぱイタチはすげえ強え。これでお前の目は。兄者。感謝します。この戦いは地上に甚大な被害を。俺たちも力を貸せ。すまない。ああ、何でも言ってくれ。インドラは変わってしまった。それほどにインドラの車輪眼は強力なのだ。お前は人々の心を理解できる。これよりお前にわしの力を託す。
なぜだ。なぜ俺が後継者に選ばれない。弱き者の助けなどいらない。それでは我が母上カグヤと同じだ。人々は恐怖による統治では従わない。なら力ずくで従わせるだけ。その目は。すまない。親しい者を失った時、お前が俺の相手になると思っているのか。あなたの言う脆弱なり、ミサウ！お前が受け継いだというのか！忍び装束は五大国それぞれだがな、あいつのすることだ。この江戸天聖の術者は誰だ。僕は兜。俺の全盛期を知っているというのか。おかん。できる限りここから離れろ。僕たちごと。当たり前だ。止まった。2個目はどうする。大の木なんだ。
なんで分身の俺なんか。力を欠くわけにはいかん。勝つためだ。懐かしい風景だ。土影と風影はさすがにしぶとい。口寄せの術。マダラか。キュービは人中力の中にいます。今は念がキュービの人中力渦巻ナルト君ですよ。捕らえるのはいいんですが、目の前のやつは分身。お前の力はまだ今ここで必要だ。一旦チャクラを練り直し。ナルト、サスケ、そしてサクラか。誰だ。うちはまだろ。何やった。お前にはせいぜい役に立ってもらうとしよう。口寄せの術。港先生、第四次忍界大戦絶望を教えてやるのさ。そいつはもう助からん。こっちへ来い。もういい。ありがとうな、ナルト。俺はてめえみてえにはならねえ。こんな世界のためにもう戦う意味はないはずだ。今の自分を後悔した。お前にはこれからまだ多くの苦しみがあるだ。すぐ自分の言葉は曲げないの人道だ。だったかな、ナルト。必ずホカゲになれ。あ、オビトは頑張ったじゃない。行こ。大丈夫か、リン。カカシ、体の右側はほとんど潰れちまって。くそ。この俺のシャリンガンは。オビト、ほんの少しでいい。もう少し遠回りしていきたいんだ。それにあいつが何もできないで畑に突っ立ってる。それですぐに行けるの。カカシに会ってくるよ。せっかく上人祝いのプレゼントでこの目をやったのに。六代目ホカゲはお前がなれ、カカシ。そもそも他国にまで轟かせた自分の有名をシャリンガンのカカシって名を。お前の道術でサクラちゃんを。カカシ先生、コピー忍者シャリンガンのカカシっていうぐらいだからな。お前も一緒に見ていてくれ。手裏剣に大手裏剣。この力、オビトのシャリンガン、それが何。さすがにあれほど大きなものをカムイで飛ばせない。集まれ、作戦を伝える。わらわは不死、封印はできぬ。早い。やはりいい能力だな、オビト。カムイライキン大好きだ。オドメダル。それにウチハサスケには話したいことがある。お前の目は昔のままだな。力を求め憎しみと殺意に満ちている。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は実感してきた。こいつは今や暁にまで落ちた犯罪者だ。
火影階段を襲撃した時点で国際手配される。この世の闇を歩いてきた者、小さな光明ですら目に届くはずだ。俺はとっくに目を閉じた。地上破損が分かっている。初段は俺が、続けて畳みかけをお願いする。よし。ガール、お前以上の絶対防御だ。闇の力か。両目の万華鏡を影が手にする力。分散してあったチャクラを一つに言う、すげえのが出てくるぞ。次で決着をつけるぞ。こんな感じか。今さら何をしようと変わらんぞ。そうよのう、ウチハと千住についてからだの。美獣にスサノオを鎧としてきさ、私とは違うのが分かったろう。俺たちの兄弟を、仲間を侮辱するだけだ。俺たちは友だと。俺はもう届いたのさ。黙とん、真数戦友。大丈夫か、サスケ。そいつの力、俺がいただこう。スサノオの力を貸す。やれ。